皆様こんにちは。本日もコサイン旭川本店よりご案内いたします。本日はプラットソファーについてご案内したいと思います。プラットソファーとはコサインで今大注目のソファーなんですけれども、おすすめ店が本当にたくさんありすぎて一度では収まりきらないので、まず本日は第1弾といたしまして、プラットソファーとはというところからお届けしてみたいと思います。まずは、はい、こちらがプラットソファーになります。幅が152センチですね。で、座面のこの高さが36センチありまして、そして奥行きが73センチ、はい、あるんですね。こんな風に奥行きがしっかりとあります。広くてゆったりとご利用いただけるようになっておりますね。とってもくつろいで過ごしていただけるぐらい奥行きがしっかりとあります。そしてですね、このクッション部分なんですけれども、こんな風に片側に寄せて、クッション部分を寄せて使用することができるようになっておりますので、この空いたスペースにこんな風に飲み物や雑誌を置いてサイドテーブルのように使っていただくこともできるんですね。そしてですね、こちらのプラットソファーとお揃いのオットマンなんですが、こちらをこのように配置しますと、ソファーに肘置きがない分、こんなに、わかりますか？広く座面をご利用いただくことができるんですね。ということは、すなわちこんな風に寝そべって使っていただけるんですね。足もしっかり伸ばせてお昼寝だってできちゃいます。こんな風に前にオットマンを置けば、テレビを見ながらなど足を伸ばしてゆっくりとくつろぐこともできちゃうんです。はい、ということで、これだけでもプラットソファーのコンパクトでおしゃれでシンプルだけど実用的という良さがたくさんお届けできたと思うんですが、まだまだ実はおすすめポイントがあるんです。はい、ということなんですが、またこのおすすめポイントは次回の機会にお届けしたいと思いますので、ぜひお見逃しなくチェックしてみてくださいね。はい、では本日はこの辺で、また次回。